ゲルスドルフ・ルドルフ・クリストフ・フォン・ゲルスドルフ男爵はドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍少将。ヒトラー暗殺計画参加者の一人。シベジアのリューベンに男爵エルンスト・フォン・ゲルスドルフ騎兵隊員の次男として生まれる。母親は白爵家の出身。アビトゥア合格までリューベンの学校に学び、1923年に 士官候補生として、バイマル共和国軍陸軍に入園した。1934年に、シレジアの財閥本クラマスタ家の一族である女性と結婚、カズメを設けた。先祖代々が勤務した、ブレスラウのこの駅兵部隊で軍人の教育を受け、1926年に、将位、1938年に、騎兵隊員に昇進。 1938年から1939年までは、ベルリンの陸軍大学で学んで、参謀教育を受けた。陸軍大学を優秀な成績で卒業した後、現代に復帰して1939年9月のポーランド進行に従軍。いとこである、ファビアン・フォン・シュラー・ブレンドルフの仲介により、中央軍集団に転属となり、バルバロッサ作戦に従軍。 ついでアプベアの連絡将校として参謀本部で偵察課長となる。この転属はヒトラー暗殺計画を練るヘニングフォントレスコーラによる働きかけで実現したものだった。1943年4月、ゲルスドルフは偶然カティンの森で4000人以上のポーランド軍将校の遺体を発見した。これは1940年に ソ連内務人民委員部により殺害され、埋められたカティンの森事件の犠牲者のものだった。1943年3月13日、トレスコーがアドルフ・ヒトラー総統を飛行機に仕掛けた爆弾で暗殺しようとして失敗した後、ゲルスドルフは自分が自爆してヒトラーを暗殺する決意を固めた。1943年3月21日の英雄記念日に、 ベルリンでソ連軍から捕獲した武器の展示会をヒトラーが参観し、ゲルスドルフが専門家としてその説明係を務めることになった。ゲルスドルフはコートのポケットに隠し持った爆弾でゲーリング、ヒムラー、カイテル、デーニッツ、フォンボック、ミルヒラ首脳陣をまとめて暗殺しようとした。ゲルスドルフは次元装置を仕掛けたが、ヒトラーは立ち止まることなく、 展示会場を抜け、予想より早く会場を後にした。ゲルスドルフはトイレに入って10分の次元装置を止めた。この後ゲルスドルフは東部戦線に転属となった。1944年、ヒトラー暗殺を試みるクラウス・フォン・シュタウフェンベルクのために、ベッセル・フライターク・フォン・ローリング・ホーフェンが、密かに用意した爆弾と次元装置を保管した。 暗殺作戦は失敗したが、逮捕された同志たちが口を割らなかったために、ゲルスドルフは、逮捕、処刑を免れた。このためゲルスドルフは、ヒトラー暗殺計画参加者の数少ない生き残りとなった。1944年、フランスに転属となり、1944年8月に、ファレーズポケット突破作戦の立案により、騎士鉄十字章を受章した。 1945年に少々に昇進。終戦時にアメリカ軍の捕虜となり、1947年に釈放された。戦後、西ドイツのドイツ連邦軍に復帰しようとしたが、コンラート・アデナウア首相の首相府長官を務める、ハンス・グロップ家が、かつてのヒトラー暗殺計画参加者を、裏切り者として採用することを拒んだため、叶わなかった。ゲルスドルフは、 ヨハネ騎士団の福祉活動に停身し、その名誉団長を務めた。ヨハネ騎士団事故救済会の創設者となった。後に、乗馬の際の事故で、半身不随になった。1979年、福祉活動での功績により、ドイツ連邦共和国功労勲賞第十字賞を受賞した。ミュンヘンで死去した。オイスキルヒエンの弊社は、 ゲルスドルフを検証して、男爵ゲルスドルフ少々兵舎と命名されている。ありがとうございます。